佐賀江時氏は南北朝時代から室町時代の武将。初めて佐賀江氏を称したとされる。佐賀江氏八代。佐賀江城主書代。佐賀江城跡王安元年、昌平二十三年漆川の戦いが勃発すると、長兄大江重信を総大将としし金より、大崎正持の軍に当たるが、一族六十一名が自害する大敗を喫する。 三人の兄はこの戦いで自害してしまうが、時偶児は病に伏せる吉川伊達にあったため、兄弟中唯一生き残る。漆川の戦いから五年後の大安六年、文中二年、父、大江と気持ちが、北朝側には起こりることを意味して、生涯を閉じたため、時偶児は着難も届けを人質として、鎌倉久保を、足利氏光のもとに送り本領安土一家聖着の、ご教書を受けた。 この時、佐賀井の名乗りを初めて使用したとされる。特急寺は自らを、長兄、大江重信の養子として、家徳を継ぎ、維持を、吉川の佐賀井大江氏僧病の別当として、阿弥陀堂を守らせたという。その後、佐賀井城の堀を整備をするにあたり、佐賀井川右岸の二の席を整備したという。豊富な佐賀井川の水を考えに利用することにより、 佐賀江川戦場中岸の水田開発が行われた。攻略2年、天寿6年だて氏が、長井市領追田玉軍に侵攻したため、鎌倉久保、足利氏密の命により、近隣諸公は、長井氏を救援しだて氏を退却させた。しかし、市徳2年、元中2年再度のだて氏の侵攻により長井氏は、追玉郡を失い滅亡してしまう。この結果佐賀氏は、 芋川渓谷を通じて、伊達市と用地を接することとなり、佐賀創生南方、当てら沢立山城などの重要性が増すこととなった。元中8年、明徳2年9月10日に没し、後を鎌倉で9年を過ごした元時が継いだ。安中坊警夫、佐賀市市大江市並びに関係資料 P100。ありがとうございます。